どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、こちら今週予定のアップデート情報をキャッチしましたのでご紹介ということで、マジで今パズドラやること全くないゲームなんですけども、今日はね、なんか情報来てるんで見ていこうと思います。はい、ということで、まずは新たなバッジが登場いたします。はい、ただもうこれはね、もともと山本プロデューサーから告知されている内容ですので、まあ一応ね2回目になりますけども、こちらアシスト無効、異常状態耐性アシスト無効ですね。はい、チームのアシスト効果を無効化する、チームの全パラメータが 50% アップ、ドロップ操作時間が3秒伸びる、バインドスキル封印、暗闇、お邪魔、爆弾、毒攻撃を無効化します。でこれがアシスト無効ダンジョンでも発動するので、例えば、アシスト無効ダンジョンでシマダラを使うときとかですね、まあ、そういうようなバインド耐性がないキャラを使うとき、封印耐性がないキャラを使うとき、暗闇耐性がないキャラを使うとき、お邪魔耐性がないキャラを使うとき、あとはもう毒耐性がないキャラを使うときですね。だからここら辺を使うときにこのバッジ1個つけるだけでもう全部解決しちゃうっていう。でやっぱ前までね、このバッジってアシスト無効ダンジョンでは発動しないはずだったんですよ。本来はアシスト無効ダンジョンでは使えないはずだったんだけども、今回ね急遽運営からねアシスト無効ダンジョンでも使えるようになりましたんで、結構熱いって感じ。次にスキルブーストプラスプラスアシスト無効ですね。これもチームのアシスト効果を無効化する代わりに、チームの全パラメータが 50% アップ、指3秒延長、チーム全体のスキルが10ターン溜まった状態で開始です。はい、まあ、10ターンはマジででかいね。これさすがに強いですね。これはなんならなんか10ターンって結構やばいからね。まあ、ただこれ、このバッジ、メリットデメリットもすごいありまして、ちょっと話していくと、じゃあまずメリットデメリットで、メリットが何かっていうと、当然ながらアシスト無効ダンジョンで強いとか、あとはまあ耐性バッジで言うとパズル教室を完全無視できるとかメリットもあるんですけど、これデメリットとしてはやっぱりまず落ち込んだしバッジつけれないんですよね。結構やっぱさ、周回において使えることが多いとは言いつつも、結局パズル教室ってそんなに多くないダンジョンが多いしね。しかも何よりこれさ、やっぱりさ、落ち込んだしバッジつけれなくなるから、周回においては意外とデメリットもあるんだよね。だからアシスト無効ダンジョンにおいてはさすがに強いけど、それ以外だと意外とまああんまりそのやっぱ使用頻度は低いのは変わらないとは思います。ただまあ実際ね、パズル教室を完全無視できるとか、そういう面白いポイントもたくさんあるので、そういう点ではね、使い道かなりでかそうですね。続きましてこちら、現在のバッジも強化されちゃいますということで、これご覧ください。まず上からいきましょう。耐性が 50% から 100% になります。まあ当たり前やね、お邪魔暗闇毒耐性バッジとか、そもそも耐性 50% だったんで、それがやばすぎるんですよね。だから封印も 100% になって、当然ながらお邪魔暗闇毒も 100% バッジになります。まあ、これも当たり前です。はい、なんで、まあ、耐性バッジは結局ほぼ使わないとは思いますけども、封印耐性 100% バッジですね。封印耐性 100% バッジ自体は、まあ、なんか最近封印耐性少ないキャラ意外と増えてきてるので、ワンチャン使える可能性もあるかなと思います。で、結構一番強いのがこのバインド耐性効果がチーム全体になるっていうところで、このバインド耐性バッジがチーム全体に発動するようになります。もともと今までバインド耐性バッジってすごい強かったにもかかわらず、リーダーにしかバインド耐性の効果がなかったんですね。だからリーダーにしかバインド耐性の効果がない時点で、もう使うのがほぼありえなかったんですよ、当然ながら。ただこのバインド耐性効果がチーム全体にっていうバッジは結構マジでありで、なんか編成によっては無理やりバインド耐性つけてさ、組んだりすることもあるわけじゃん。ってことは、なんならこのバッジと補っちゃえば使えるみたいな感じで、結構面白そうっすよね。まあ、ただ極悪って3階層しかバインド耐性ないんで、バインドがないので、まあ、3階層とパンドラだけなんですよ、6階層の。だったら今最難関の極悪においてはほぼ使うことないんですけど、なんかダンジョンによってはね、意外とこれ使えたりしそうなんで、面白そうかなと思いました。はい、バインド耐性効果チーム全体ってことは、それこそですよ、本当に例えばシバダラ使う時も、シバダラばっかだけどね、バインド耐性のないキャラクターを使う時にこのバッジをつけておけば、なんていうの、めっちゃ簡単に対策ができるわけだから。で例えばさ、さっき紹介したこっちのバッジ、異常状態耐性アシスト無効の方かだったら、パズル教室って結局さ、スキップできるけど、アシスト無効はさ、もう絶対なわけじゃん。だからアシスト無効が設定されていないダンジョンとかでやる場合に関しては、バインド耐性効果がチーム全体に発動するこのバッジっていうのは、周回とかにおいて使える可能性は結構あるかなと思ってます。はい、
で次に弱い方のバッジも強化入ります。まず弱い方の HP バッジが 5% から 10% に、弱い方の攻撃バッジも 5% から 10% に、弱い方の回復バッジも 25% から 30% に上がります。はい。そしてスキルブーストバッジってありましたよね。なんならスキルブーストバッジって結構使うこと多いと思うんですよ。スキルバッジってよく使ってたじゃん。そのよく使われてたスキルバッジがなんと強化入りまして、スキルブースト2ターンになります。はい。なんで周回遠征においてとかね、スキルブーストどうしても1足りないみたいな場面が今まであったとしたら、このスキルブーストバッジが運用できるようになりますので、これでスキルバッジをね使って周回とかにおいてね、スキルの数増やすことができるようになりました。この1から2は結構でかいんじゃないかな。地味だけどすごいでかいと思う。スキル1個分増えるってめっちゃ価値高いもんね。だからスキル1から2増えていて、これで周回編成とかもさらにね、組みやすくなるのかなと思います。そして最後、指延長バッジですね。こちらも効果が変更いたします。まず、パズパスバッジと指延長プラスバッジですね。これどちらも4秒になります。はい。なんで、課金する必要なくなりました。マジで。パズパス今までね、課金しないとね、3秒指伸ばせなかったんで、指プラスバッジ2秒だったんですけど、パズパスバッジも指プラスバッジも4秒になったんで、無課金勢からしたらもう最高かなと思いますし、通常のね、弱い方の指延長バッジですね、もう1秒から3秒になっていて、これが旧パズパスと一緒なんで、もう十分すぎるから指伸びるんですよね。だから3秒から4秒になることで、まあ、すごい強くなりますし、1秒から3秒になることで、まあ、言うならね、無課金勢で今日始めましたみたいな人も、いうやつ使えるはずなんで、あれそうだよね。指バッチってそんな条件厳しくないよね。まあだから結構これバッチの選択肢かなり増えるのかなと思います。っていう感じですね。まあこういうアップデートってあんまりね、パッと見た感じだとさ、あ、そう、それだけなんだぐらい読むかもしれないですけど、やっぱりパズドラにおいてバッチって今すごい大事な機能の一個なんですよ。HP プラスバッチとか、指延長プラス、パズパスバッチですね。まあ指延長プラスバッチもいいけど、とか、スキルブーストバッチとか、あと封印耐性バッチとか。やっぱ使うバッジ多いじゃないですか。あと落ち込んだしバッジとかね、結構いろんなバッジ使うじゃないですか。そんな中でこのバッジが強化されるのはでかいし、さらにね、倍の耐性効果がチーム全体にっていうのもね、僕は結構でかいと思っていて、これが地味にでかいんだよなっていうので、かなり、いい強化入ったんじゃないかなと思います。まあ、っていう感じがね、今回のバッジの強化情報でした。はい、いかがだったでしょうか。マジでこのゲームネタ切れすぎてやることないんだけど、早くアップデートとかイベントとかしてくんねえかな。今月、今ってなんかあったっけ。あ、杯イベントがあるか。あ、ゴッドイーツがあるのか。ああ、そうか。周期イベントしてるから今イベントないんだ。終わってんだ、マジで。12周年やな、このゲーム。まだ。まあでもね、このね、新バッジはね、すごいパズドラの遊び方が楽しくなりそうですね。まあなんか、あえてアシスト向こうで挑戦するとかもね、ある意味一種の縛りプレイとしてできそうですしね、これ。アシスト向こう耐性バッジをつけることでね。無理やりアシスト向こうで攻略してみるみたいな。で、結構でもなんていうの、アシスト向こう攻略のさ、まあ、ちょっと言い方あるんですけど、価値はちょっと下がっちゃいそうだけどさ、まあでもそれはそれでアシスト向こうでクリアするっていうのがね、新しくてて、例えば、極悪の攻略遠征に関してなんだけどさ、極悪ってやっぱり編成難易度高いものが多いじゃん。周回、攻略遠征って基本的にはね、まあ低いものもあるけど、基本的に高いものが多いから、まあ、例えばこのアシスト向こう耐性バッジをつけてあげると、まあ言うなら、比較的組みやすいとかじゃなくて、めちゃくちゃ組みやすい編成とかもできたりすると思うんで、そういう意味でね、かなりでかいアップデートになるんじゃないかなと思います。まあぜひ皆さんね、こちら、今週中に実装されるらしいので、楽しみにしておきましょう。ということで今回の動画は終わりになります。チャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。